フレームの作成方法についてご紹介します。フレームを使用すると複数のページをまとめてあたかも一つのページであるかのように表示することができます。フレームは複数のページを表示するためのレイアウトを定義するフレームセットのページとフレーム内に表示されるページで構成されます。フレームは上下左右に分割することができます。また分割したフレームをさらに分割するなど自由なレイアウトに設定することができます。それではフレームセットのページを作ってみましょう。新しいドキュメントウィンドウを開いた状態で表示メニューからビジュアルエイド、フレームボーダーを選択します。ドキュメントウィンドウの外枠が太くなり、フレームの枠線であるボーダーが表示されました。マウスポインタをドキュメントウィンドウの左のボーダーにポイントすると、左右を向いた矢印に変わりますので、右側にドラッグしてマウスを離します。すると左右に分割されたフレームセットが作成されました。同様に上下にも分割してみましょう。ドキュメントウィンドウの上のボーダーにポイントすると、上下を向いた矢印になります。下側にドラッグしてマウスを離します。今度は上下に分割されたフレームセットを作ることができました。このようにボーダーを直接ドラッグする方法でフレームを挿入することができますが、厳密な位置についてはフレームのプロパティインスペクタで設定します。その方法は後でご紹介します。次は作成した上下のフレームを削除してみましょう。フレームのボーダーにマウスポインタを合わせ、ページの外側までドラッグします。すると、フレームのボーダーが消えて、元の左右分割のフレームセットに戻りました。今度はフレーム内で分割を行ってみましょう。ウィンドウメニューから、その他、フレームを選択します。フレームパネルが表示されました。フレームパネルでは、現在のフレームセットの分割状況が表示されます。現在はフレームに名前を付けていないので、フレーム名なしと表示されています。クリックすると、そのフレームを選択することができます。では、右側のフレームをさらに分割してみたいので、フレームパネルで右側のフレームを選択します。ドキュメントウィンドウでも右側のフレームのボーダーが点線枠になって選択されている状態を示しています。上側のボーダーをドラッグすると、右側のフレームだけが上下に分割されました。フレームパネルでも右側のフレームが二分割されている様子がわかります。次はフレームの挿入をあらかじめ用意されている定義済みのフレームセットから選択する方法で行ってみましょう。挿入バーのフレームタブをクリックします。すると挿入バーの設定がフレーム用の設定に変わり、定義済みのフレームセットのアイコンが表示されます。アイコンはフレームの構成をそのまま表しています。
水色の部分は現在ウィンドウ内で編集中のドキュメントが収まる領域です。では上フレームおよびネストした左フレームを選択します。選択したフレーム構成のフレームセットが作成されました。ドキュメントウィンドウ内で編集していた内容はアイコンの水色の部分に収まっています。次は新規ドキュメントダイアログボックスからフレームセットを作成してみましょう。ファイルメニューから新規を選択して新規ドキュメントダイアログボックスを表示します。カテゴリーからフレームセットを選択します。フレームセットの一覧から目的の形状を選びます。選択したフレームセットは右側にプレビューされ詳細の説明があります。これらを参考にして目的の形状を選択します。ここでは上固定を選択し作成ボタンをクリックします。これで上下に分割されたフレームセットが作成されました。上下に分割されたフレームセットのそれぞれのフレームにソースを指定します。フレームのソースとはそれぞれのフレーム内に表示される HTML ファイルのことです。上側のフレームにはトップ HTM を表示します。下側のフレームにはメイン HTM を表示します。フレームのソースを指定する前にフレームセットを保存しておきます。タイトルを入力して ファイルメニューからフレームセットの新規保存を選択します。サイトのフォルダ内にインデックス HTM で保存しておきます。フレームパネルで上側のフレームを選択します。あらかじめサイトパネルを開いておきます。上側のフレームにはトップ HTM を指定します。プロパティインスペクタのソースの欄の右側にあるファイルの指定アイコンをサイトパネルへドラッグします。サイトパネルのトップ HTM の上でドロップします。これで上側のフレームにトップ HTM が指定されました。プロパティインスペクタのソース欄にもトップ HTM へのパスが指定されています。続いて下側のフレームのソースを指定します。フレームパネルで下側のフレームを選択します。下側のフレームにはメイン HTM を指定します。プロパティインスペクタのファイルの指定アイコンをサイトパネル内のメイン HTM までドラッグします。すると下側のフレームにメイン HTM が表示されます。フレームのプロパティの設定を行います。プロパティインスペクタは個別のフレームを選択した場合とフレームセット全体を選択した場合では表示される内容が異なります。フレームパネルでフレームの外枠の部分をクリックすると、フレームセット全体が選択されます。フレームセットが選択された時のプロパティインスペクタでは、フレームセットの行数と列数が表示されます。ボーダーでは、
フレーム内の境界線の表示、非表示を指定します。はいを選択してボーダー幅を指定すると、指定した幅のボーダーが表示されます。いいえを選択すると、ボーダーは表示されなくなります。ただし、ボーダー幅で指定した余白は表示されます。初期設定を選択すると、ボーダーを表示するかどうかはブラウザの設定に依存されます。ここでは、いいえを選択しておきます。ボーダー幅も0で進めます。なお、ボーダーカラーでは、ボーダーの色を指定することができます。値では、右側にある行列選択で選ばれているフレームの行の高さ、もしくは、列の幅を指定することができます。現在は上下の二分割ですので、行が選択できます。値は行の高さです。単位はピクセル、パーセント、相対から選べます。ピクセルは高さの絶対的な値を設定します。パーセントはウィンドウの高さに対する割合です。相対というのは、もう一方で指定した残りになります。例えば、一方のフレームが 20% ならば、もう一方は残りの 80% になります。ここでは、上側のフレームは140ピクセル、下側のフレームは相対に設定します。これで、上側のフレームは140ピクセルに固定。下側のフレームはウィンドウサイズによって高さが変わります。フレームパネルで上側のフレームを選択します。プロパティインスペクタの表示は上側のフレームに関する設定に変わっています。まず、フレーム名を指定します。リンクを設定するときに、このフレーム名を用いますので、必ず分かりやすい名前を指定するようにしましょう。フレーム名は自由につけることができます。ここでは、上のフレームですから、トップと入力します。すると、フレームパネルに今設定したフレーム名が表示されました。ソース欄には先ほど指定したフレーム内に表示する HTML ファイルのパスが表示されています。スクロールではスクロールバーの表示、非表示の設定を行います。はいを選択するとスクロールバーが表示され、いいえでは表示されません。自動や初期設定を選択すると、フレームの大きさを超えてしまった場合に、スクロールバーが自動的に表示されます。ここでは、いいえを選択しておきます。マージン幅とマージンの高さは、フレーム内に表示するページの余白のサイズを指定します。ここでは特に何も設定せずに空白のままにします。ボーダーでは選択中のフレームのボーダーの表示と非表示を指定することができます。先ほどのフレームセットのプロパティインスペクタでもボーダーの表示、非表示を設定することができましたが、こちらで指定した境界線の設定の方が優先されます。ボーダーカラーでは、境界線の色を指定することができます。今回は、表示に設定しましたので、特に色の設定は行いません。
フレームパネルで下側のフレームを選択します。フレームのプロパティインスペクタでフレーム名を指定します。ここではメインと指定します。スクロールは自動と設定します。それではブラウザでプレビューして確認してみましょう。上側のフレームは140ピクセルの固定値でページが表示されています。下側のフレームはウィンドウの高さによってサイズが変わります。ページに収まりきらない分はスクロールすることによって表示できるようになっています。フレームセットのページにリンクを設定してみましょう。メインフレームのお問い合わせ情報はこちらまでと入力されているこちらを選択します。この部分はフォーム HTM へリンクしたいと思いますので、サイトパネルでフォーム HTM が見えるようにしておきます。プロパティインスペクタのファイルの指定アイコンをサイトパネル内へドラッグします。フォーム HTM の上でドロップします。これでフォーム HTM へのリンクが設定されました。フレームのあるページでリンクを設定する場合には、ターゲットを指定します。ターゲットとは、リンク先のページをどのようなウィンドウ、またはどのフレームで表示するかという指定です。プロパティインスペクタのターゲットをクリックします。表示されたリストには、アンダーバー付きのブランク、ペアレント、セルフ、トップの他に、メイン、トップと表示されています。ブランクに設定した場合は、新しいウィンドウを開いて、リンク先のファイルを表示します。セルフでは、自分自身のフレームにリンク先のファイルを表示します。トップでは、フレームの分割をすべて解除して、リンク先のファイルを表示します。ペアレントでは、親ファイルがフレームに分割されている場合は、それを解除してリンク先のファイルを表示します。これはターゲットにブランクを指定した場合です。新しいウィンドウが開いてリンク先のファイルが表示されます。これはターゲットにセルフを指定した場合です。クリックしたフレームにリンク先のファイルを表示します。これはターゲットにトップを指定した場合です。フレームの分割をすべて解除して、リンク先のファイルをウィンドウ全体に表示します。これはターゲットにペアレントを指定した場合です。下側のフレームに表示されている HTML ファイル自体がフレームに分割されている場合は、そのフレームを解除して、リンク先のファイルを表示します。その他に、トップとメインがあります。この2つは、フレームのプロパティで設定したフレーム名が表示されているものです。フレーム名を指定しておくと、このようにターゲットフレームとしてフレーム名を明確に指定することができます。トップを指定した場合は、トップというフレーム名をつけた上のフレームに表示されます。メインを指定した場合は、メインというフレーム名をつけた下のフレームに表示されます。メインフレーム内のストロベリーにも
リンクを設定してみましょう。この部分はフルーツページフォルダ内のストロベリー HTM にリンクしてみます。プロパティインスペクタのファイルの指定アイコンをリンク先として指定したいストロベリー HTM ファイルまでドラッグします。フルーツページフォルダ内のストロベリー HTM へのパスが指定されました。フレームを解除してウィンドウ内すべてに表示したいので、ターゲットはアンダーバー付きのトップを指定します。フレーム内のページを編集して内容を変更すると、ドキュメントウィンドウのタイトルバーに表示されているファイル名にアスタリスクがつきます。フレームのあるウェブページを作成中の場合は、クリックした箇所の HTML ファイルの名前が表示されます。フレームパネルでフレームを選択した場合は、フレームセットのファイル名が表示されます。フレーム内のウェブページを編集して保存する場合は、ファイルメニューからフレームの保存を選択します。フレームセットを編集して保存する場合は、ファイルメニューからフレームセットの保存を行います。変更を加えた後、保存せずにブラウザでプレビューしようとすると、フレームセットファイルとフレームファイルはブラウザでプレビューする前に保存しておく必要があります。OK をクリックして、ファイルを保存し、フレームセットをプレビューしてくださいと表示されます。OK をクリックすると自動的に保存されてブラウザが起動します。リンクが正しく設定できているか確認してみましょう。こちらの部分はメインフレームをターゲットフレームとして指定しましたので、同じフレーム内にページが開きました。ストロベリーはアンダーバートップをターゲットフレームとして指定しましたので、フレームが解除され、ウィンドウいっぱいにページが開きました。